おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家やっていきたいと思います。おそらく今回が最終回だと思います。はい、前回ね、アンジェちゃん編の方でパンくずをコンプリートいたしまして、パズルがね完成いたしました。 Have a sweet dream ということで、甘い夢を見ると、こう甘い夢を見るパズルが完成したってことは、甘い夢を見れるってことでしょ。ってことは絶対ハッピーエンドってことじゃん。だからまあね、泣いちゃうんじゃないかと思って隣にティッシュも用意しましたし、ここで私のあの考察とかもね言えたらなと思うんですが、こうアンジェちゃんが吸血鬼から人間に戻るということはおそらくないんじゃないかと思うんで、そういうなんか直す方法みたいなのはこう出てこなかったじゃないですか、ゲーム中に。だからまあひょっとするとそのアンジェちゃんがベル君のことをかじって、ベル君も吸血鬼になって一緒に逃げようみたいな、そういうまあ二人とも不老不死のまま生き続けるみたいなエンディングがこの中では一番ハッピーなのかなって思ってるんですけど、どうですかね。そんな未来があったらいいな。いや、やっていきましょう。怖い。おー、ベルント編をスキップしますかとか出たわ。あ、スキップできんのね。あ、そっか、選択肢、あの最後の選択肢しかないもんね、多分ね。あ、じゃあスキップしましょう。ありがとうございます。僕は一体どうしたいんだ。おお、アンジェを守りたいと強くなりたいの他に、わからないが出ましたね。わからないか。あ、そうなんだ。なんか明確な答えを出すのかと思ったら、結構中途半端な考えが出るのね。わからない。なるほど。でもこれしか選べないね。よし、行きましょう。わからない。あー怖い。どうなるんだろう。デンテルデンテルデンデン。わからない。僕はどうしたらいいんだ。一体何が正しくて、何が間違ってるのか。お。あれか。床に壁を、あ、床に、え？床に拳を叩きつけたのかな。こんな家に生まれなきゃよかった。そうしたら僕はこの家に生まれなかったら、僕は強くて立派になりたかった。みんなを守る狩人だから。ずっと前からそれが運命なんだって決められてたから。じゃあそれは僕が自分で決めたことじゃないのか。もし僕がこの家に生まれなかったら、僕が狩人じゃなかったら、僕は一体何になればいいんだ。ダメだダメだ。そうだ、明日のために、銃。あいつらの銃、普段と違った。そりゃそうだよな。だってあいつらの今度の獲物は動物じゃなくてアンジェなんだから。きっと僕にも銃を向けるだろうな。あの人ならためらいもなく。お父さんとも和解してくんねえかな。お、あー、ここでシンシアちゃんになるのね。今までは全然お話できませんでしたが、お話できたりしますか。お、なんか違うね。シンシア。お、喋ったねえベルント、明日が怖いんでしょ。何もかも投げ出して
逃げ出したいんでしょ。知ってるわ、あなたは弱虫だものね。あれ、本当は迷ってばっかりのくせに、怖くて怖くてたまらないから自分は強いんだって思い込もうとしてるのよね。怖くないわけねえだろ。開き直るつもり？当たり前じゃないか。死んでもいいだなんて本気で思ってるやつ、いるわけないだろ。なら諦めればいいじゃない。嫌だ。そりゃ怖いよ。手は震えるし、痛いのは嫌だし、楽にうまくいったらどんなにいいか、いつも考えてるよ。でも僕は、それ以上にこのまま諦めるのが嫌なんだ。これが正しいのかそうでないかなんて、そんなのわかんないけど、でもこのまま諦めて引き下がるのだけは嫌なんだよ。それに、あの時アンゼが泣いてたから、あんなのもう嫌なんだ。泣いてるアンジェを見てるだけなんて、もう嫌だ。だから、そうだ。アンジェが吸血鬼だろうが何だろうが、あの子がああやって泣いてたのを僕は何度も見てきたじゃないか。そう、わかったわ。よかった。え？ベルント。あなたにお願いがあるの。ずっと一人で泣いてるあの子を、アンジェを救ってあげて。私の声は届かないから。ベルント、私はあんたが大っ嫌いよ。なんだよ、やぶから棒に。だから本当は、ベルントなんかに頼みたくなんかない。でも、もうアンジェを助けられるのはあなたしかいないもの。私が生きていられたらよかったんだけど。シンシア、こんなこと言うの尺だけど、本当は僕もさ、お前が生きてたらいいのにって思うことがあるよ。でも、幽霊になってよかったこともあるのよ。なんだよ。もうあんたなんかのお嫁さんにならなくてもいいこと。婚約者だったってことですか？あれ、あ、そうなんだ。そうなんだね。なんかびっくりしすぎて何にも言葉が出てこないけど。そうなんだ。婚約者でありながら、二人とも思い人はアンジェちゃんみたいな、そういうこと？へえ、なるほど。なるほど。僕だって、そんなつもりさらさらなかったよ。相変わらずだな、シンシアは。でも、なんか安心したよ。さよならは言わないわ。私はずっと、アンジェのそばで、あなたを待ってるから。わあ。ベルント、アンジェはきっと、シンジ、なったを。ずっとなんか、ベルントのことを嫌ってたシンシアちゃんがなんか、アンジェちゃんのために、そのベル君にこう、協力するみたいな、すげえ胸熱展開、やば。
ついにここから出られるのね。あー、これでアンジェちゃんをね、操作すると。この辺って調べられるのか、調べるか、調べたらなんか変わるか。あ、何にもない、何にもないのね。なるほど。え、結局これは何だったの。これ調べられないんだね、ずっと。じゃあまあ行くか。あ、これは強くなりたいと願ったルートと同じかな、今のところは。でもさっきからね、いろいろと違うけどね。そのシンシアちゃんがめちゃめちゃ、あ、ちょ通れないんですけど。あれ、通れた。シンシアちゃんがめちゃくちゃ味方ムーブになってくれてるし。さあ、あー、なるほど。これちょっと戻ろう。これさ、あれだよね、ここ何回もうろうろすれば。あれ、ここは月が赤くなっていくよね、多分ね。で、暗くなって、はい、ガンガンと、もう手慣れたもんですよ。どうして歩いても歩いても景色が変わらないの。それはアンジェちゃんが行ったり来たりしてるだけだからだよ。見つけたぞ、吸血鬼だ。おじさん、銃は揃ってるか。構えろ、合図と同時に撃つんだ。あれ、これ前回この BGM 流れなかったよね。こっからもう違うのか。え、撃つってどうして、なんで。黙れ吸血鬼。クソ、村娘の姿を借りやがって、化け物のくせに。吸血鬼、ベル、逃げてアンジェ。どきなさい、ベルント。嫌だ、どきなさい。絶対に嫌だ。いいからどけ、さもないとお前だとしても。なら撃てよ。分かってるさ、父さんは昔からそういう人だ。逆らったらどうなるか覚悟くらいしてるよ、アンジェ。これで分かっただろ、あいつら本気なんだよ。早く逃げろ、出ないと死ぬぞ。勝手に動いているよ。ここまでは一緒ですな。で、シンシアちゃんがいると話しかけましょう。アンジェ、もうあなたは気づき始めてる、今までの風景が幻想だってこと。シンシア、何を言ってるの。本当はずっと聞こえていたんでしょ、あなたに呼びかけていたあの声が。お、あれ、なんか光ってるね。こんなんあったっけ。調べるか。本には何やら詩が書かれている。美しいのは月曜日の子供、品のいいのは火曜日の子供、ベソを書くのは水曜日の子供、旅に出るのは木曜日の子供、惚れっぽいのは金曜日の子供、苦労するのは土曜日の子供、可愛く明るく気立てがいいのはお休みの日に生まれた子供。何曜日に生まれたかでどんな子かわかるの。ええ、そういう歌よ。でもなんだか不思議と合ってるような気がするでしょ。確かに水曜日に生まれたアンはベソっかきだし、金曜日のオリビアはいつも誰かを好きって言ってるわ。マシューはちょっと意外だけどね。でも旅に出るのね、ありそうな気がする。確かに。で、この光か。あー、これ歌えるかな。これさ、日本語訳にするとさ、めちゃめちゃ歌詞当てはまらないよね。バラの花輪だ、手をつなごうよ、ポケットに花束さして、ハクションハクション、みんな転ぼうだよね。みんな転ぼう、わわ。ちょっとマシュ、僕まで本当に転ぶところだったのさ。これエリックくんかな。相変わらずマシュはどんくさいですね。
まあまあいいじゃないの。ほらもう一度やりましょ。相変わらず優しいね、アンジェも。私はみんなで楽しく遊びたいのよ。やっぱりみんな村人っていうか村の子たちだったんだね。男性の形のジンジャークッキーがある。スカーバラの市へ行くのかい？パセリ、セージ、ローズマリーにタイム。そこにある。そこに住むある人によろしく言ってくれ。彼女はかつての恋人だったから。ベル、その歌何？スカボローフェアって言うんだよ。父さんに教わったんだ。へえ、不思議な歌ね。なんか悲しい歌だよね。意味はよくわかんないけど、昔を思い出す歌なんだって父さんは言ってた。昔を思い出すね。あ、消えた。あとはなんか調べられるところはこれだけかな。カレンダーね。カレンダーだ。お母さん。ソロモン・グランディ、月曜日に生まれた。火曜日に洗礼を受け、水曜日に結婚して、木曜日に病気になった。金曜日に病気が悪くなり、土曜日に死んだ。日曜日には埋められて、ソロモン・グランディは一巻の終わり。一週間で死んじゃうの？ソロモン・グランディって気の短い人ね。そうよ、一週間で死んじゃうの。でも一週間って短いようで意外と長いのよ。人生とも同じ。アンジェはどうする？人生が一週間しかなかったら。そんなの絶対嫌だわ。日曜日のおやつの時間が一度しかないじゃない。ベルトだってちょっとしか遊べないし。そうね。アンジェ、どう？あ、ちょっとずつ崩壊してきたね。アンジェ、聞いてから。うろちょろします。うろちょろします。お願い、アンジェ、聞いて、あ、救い。うろちょろします。ここの下りがね、割とここ大事なんだけど、割と長いからね。ちょっと黙ってるのがちょっとあれなんで。アンジェ、本当は分かって、な、おかしなことに。動けない。アンジェ、アンジェ、目を覚まして。こんなんだったっけ？アンジェ、どうしたの？その血は、あん。お母さん、私は。違う。私は1年前父親と母親を殺しました。それから村の子供たちもみんな、挙句の果てに少し前、私は親友であるシンシアを殺しました。そしてそこで初めて自分の罪を知りましたが、私は罪の重さに耐えきれず、すべてをなかったことにしようと
幻想の中に。私は弱くてちっぽけな存在です。自分のことすら受け入れられないほどに。お父さん、お母さん、シンシア、みんな、私はあなたたちの未来を奪ってしまった。ごめんなさい、ごめんなさい。アンゼ、あなたの懺悔と贖罪を受け入れ、あなたのことを許しましょう。そしてあなたが囚われてしまった運命に救いの鐘を、あなたが集めた贖罪の印によって与えましょう。パンクズのことか。ええ、だからアンジェ、そんなに泣かないで。きっと大丈夫よ。誰もあなたを責めたりしないわ。だから、だからね。違う。吸血鬼用の特殊な縄だ。お前がいくら暴れてもほどけないぞ。お父さんめ。くそ。いたか。ひてえな、畜生。どうしていつもこうなんだ。これじゃ何も、これじゃ。それじゃあの時と同じじゃないか。母さんやアンジェの両親が死んだあの時とまるっきり同じだ。え、もしかしてお母さんが死んだのもアンジェちゃんが死んだ。いや違うよね、さすがに違うよね。また見てることしかできないのか、あの時と同じように。これが僕の運命だから。嫌だ、そんなの、そんなの絶対に嫌だ。他の人はみんなこれが正しいんだって言ってる。確かにそうだ。吸血鬼を殺すことが正しいのかもしれない。父さんはいつだって正義なんだから。でも、僕はそれで満足なのか。そもそも、正しくあらねばならないだなんて、誰が決めた？それも、カリウドの役目だから。なら役目なんて捨てればいいさ。僕自身がそう望むなら別に間違ったっていいじゃないか。細かいことなんか考えずに、僕はただ自分のやりたいことを貫けばいいじゃないか。僕は運命を変えてみたかったんだ。ここで D が現れるのか。出会い頭に失礼な。君の村ではお礼代わりに銃を撃つのかい？知らないとは言わせないぞ。お前は去年
村を襲った純血の。なんでお前がここに。アンジェは。アンジェ、あの少女のことですか。彼女は素晴らしい逸材だ。ハーフ吸血鬼なのにもかかわらず自我を保っている。途中危ない状況に陥りましたが、君のおかげでなんとか持ち直しましたしね。お前だけは絶対に許さないからな。今ここで殺してやりたいくらいだ。普通の銃で純血が殺せるとでも？あれ？この時の顔が違う。そんな無意味なことをするよりも、君のこれからについてアドバイスをさせていただきたいのですがね。どういう意味だよ。さすがの私もいい加減に見ていられなくなってきたものでね。君はいつまで悪あがきを続けるつもりなんです？全部知ってるような口ぶりだな。こんなことを続けても意味なんかないでしょう。君の努力はいつまでも報われないし、誰に認められることもない。アンジェのことは心配いりません。私が同胞として引き取りますから。ねえ、もういい加減諦めたらどうです？報われなくてもいいさ。意味なんかなくたっていい。僕がただそうしたいからやるんだ。僕が選んだ道を僕自身が信じてみたいんだ。大きくなって強くなって。そうさ。よく考えたら、ずっと前から僕はもう決めていたんだ。アンジェを守るって。アンジェが人間でも吸血鬼でも関係ない。それを貫けたら、僕は自分を好きになれる気がするんだ。君は若い頃の私に似ています。これも血なのでしょうか。まあ、さすがの私も君よりは賢かったと思いますがね。あ、小鳥だ。やばい、ちょっとこの演出泣きそう。ベルント君、生まれ持ったその血をどう使うかはあなた次第ですよ。アンジェを探しに行かなきゃ。やばい、ここでタイトル画面の BGM はちょっとやばい。待って、鼻かませて。よし、アンジェちゃんを探しに行きましょう。きっと灰色の小鳥が導いてくれてるはずだ。パンクズ、これはパンクズ、小鳥さんが。今までアンジェちゃんが集めたパンクズを小鳥さんが導いてくれてる。パンくずが道しるべのように落ちている。行くしかない。こっちか、こっちか。どこだ。パンくずがあっても迷う。クソだせ。ごめんな、私が香港音痴なばっかりにベル君がかっこ悪いみたいになっちゃって。こっちか。オッケー。うわっ、やば。
そうか。こいつらは、アンジェの。進めません。あ、え、じゃあシンシアちゃんも出てくる？もしかして。あれ、そんなことない。楽しい楽しいパーティーなのさ。いや、苦しいな、これは。パーティー終わればいつもの時間。今日のごちそう、土曜のごちそう。あ、だんだん歩きづらくなってる。おいしいお菓子に変わるのは？美味しくご馳走されるのは？あ、ほとんど見えない。負けないぞ。負けねえ。こんなのに負けねえぞ、私は。ベル君だって、ベル君だって絶対負けねえんだからな。絶対にアンジェちゃんを救ってみせる。それは愚かなあの子の罪よ。シンシア、シンシア、何か喋ってるけどわからない。うん、いいよ。だからさ、おいで、シンシア。僕たち、そろそろ仲直りできると思うんだ。すべての罪を、ベル君が、背負った。いただきます。アンジェちゃんの罪をベル君が食べた。どうした、ためらいがあるのか。ああ、うちの娘はアンジェの友達だったんだ。いつだったか、一緒に遊んでいた時に娘が作ってくれた首飾りを思い出して。シンシアちゃんのことか。そうか。しかしアンジェは残念ながらもう死んだのだ。あれはアンジェではない、よく似た吸血鬼なんだ。間違いなくこの近くにいるはずだ。いたぞ、吸血鬼だ。いや、追ってくる。いや、あ、一番最初のタイトル画面のイラストだ。そうだわ、きっと私は恐ろしいのね。こんな化け物みたいな存在でも命をなくすのは恐ろしいんだわ。喉が渇いた、血が欲しい、新鮮な血が。
ベルの背中は眩しいな。きっと未来を背負ってるのね。このまま私のことを追い越してどんどん大きくなって立派な狩人になってずっと遠くに行って、そしていつか私のことを殺すんだわ。そうよ、きっとね、その方がいいわ。だって私は殺されるべき化け物なんだもの。きっとその方が幸せなんだわ。もういいや、考えるのをやめよう。ここは、そう、お菓子の家なんだわ。銃弾は、そうね、たくさんのキャンディー。明るくて、楽しくて、幸せだった頃の夢。大好きなみんなと、懐かしい歌と。ええ、そうよ。そうしましょう。だってその方が楽だもの。アンジェちゃん逃げるなよ。逃げちゃダメだよ。アラン？アランしか言わねえのかよ。なんだよ。おおお。ジンジャークッキーのおじいちゃん。探偵ごっこは楽しいな。交換なんていいからさ、オイラと遊ぼうよ。そうだわ、シンシアも一緒に遊びましょうよ。ねえシンシア。あれ、シンシア。ねえシンシアったら、お願いよ、いなくならないで。シンシア、シンシア。アンジェ！アベルくん！ベル！アンジェ！何突っ立ってるのさ？死にたいのか？ベル。私、私死にたくない。うん、それでいいんだよ。ねえシンシア。アンジェ、このまままっすぐ南に逃げるんだ。何があってもまっすぐね。ベル、絶対助けるよ。いたぞ、吸血鬼だ。おい、あっちだ。何をやってるの？下級のくせに身軽なやつめ。くそ、こうなれば金の玉を。待って、ベル君が代わりに撃たれてる？
あれが吸血鬼だ。殺せ。ベル。あ。え、どうしたらいいの？え、あ、こっちじゃないの？こっち？こっち？あ、ごめん、めっちゃ遠回りした。ベル君。あ、な、こっちにだと。いや。アンジェ。ベル君。あ、ベル君代わりに撃たれた、もしかして。嘘でしょ。やめて。え。やったか。いや、まだ動く気配がある。おかしい。確かに倒れた気配もあったのに。それに吸血鬼があんな場所から現れるなんて。大変だ！ベルント君がいないんです！それに、あの縄がほどけてる！切れているのではなく、ほどけて。え、そうです。おかしい。あれは先祖から伝わる特殊な結び目ではなかったんですか？そうだ。あれをほどくことができるのは、縛った俺か伝えた純血の吸血鬼くらいなはず。純血？そうか。吸血鬼は2体いたんだ。え？そんな、まさかここ数年のうちに純血が2度も現れるなんて。まずいな。装備が足りない。そうだ、今、ここでお前らは引け。さっさと去れ、散れ。大丈夫かな？あ、やっぱり撃たれてるし。おかしいわよ。どうして？何よ、これ。どうしてこうなるの？あなたが求めたのはこんなものなの？自分一人が犠牲になって、それで何もかもが救われるとでも思ってるの？こんなの間違ってるわよ。だってそう思ったからずっと。なんでこんなことするのよ。私が何のために今まで。血がたくさん出てる。このままじゃ死んじゃう。ベルが死んじゃう。やめて、やめてよ。お願いだからどこにも行かないで。私怖いの。一人は怖い。弾は全部貫通してるのね。ごめんなさい。ペル君。アンジェ。あれ、僕、そうだ、カリウドたちはいないのか。アンジェ。ああ、そっか。僕は。あ、ベル君の耳とんがってる。アンジェ、
泣いてるの？泣いてなんかないわよ、バカ。本当、バカ。私が代わりに泣いてるから安心してください。アンジェ、泣いてもいいんだよ。でも、もう一人では泣かないで。大丈夫だよ。僕がついてるから。どこにも行かないよ。何があっても、アンジェのことは僕が守るから。そうか、僕はクォーターになったのか。はあ、待って、ごめん、鼻かませてください。はい、すいません、続けます。うん、そっか。そうだよ、こんな方法があったなんて。これでいいんだ、きっと。アンジェ、あ、動ける。アンジェの血を飲む。え、僕に吸血鬼の血を分けてほしいんだ。そうしたらもっと完璧になれる。ダメよ、どんなリスクがあるか知らないの？もし自我を失ったら。大丈夫だよ、僕はダンピールだから。吸血鬼の血が合わないはずないさ。半分こだよ。わかったわよ。涙が出てきた。待って、眼鏡曇ってるわ。いや、なんて純粋な誓いのキスなんでしょうか。やばい、いつまでも見てられるわ、これ。あー、最高。いや、ここでタイトル画面の BGM、一番最初のタイトル画面の BGM が来るのもいいね。やばい。あー、手首にキスだって。なんか手首にキスの意味とかあんのかな、調べとこう。あー、目が赤くなったね。目が赤いベル君も素敵よ。大丈夫？苦しくない？大丈夫。不思議だけど、まるで生まれた時からこうだったみたいにしっくりくるんだ。そう。はあ、フェル君も月が真っ赤に見えてるんだね。赤い月よ。禍々しいでしょ。あんた、私のせいで不幸になったのよ。これから先、普通に生きることも、普通に死ぬこともできない。永遠に苦しむことになったのよ。本当にそれでもいいの？まがまがしいかな。まがまがしいわよ。でも僕はこの月綺麗だと思うな。照らされた道は少し暗いけど、神秘的で特別で、それになんだか面白いじゃないか。何も後悔してないよ。何よそれ。遠回しに月が綺麗ですねって言って、ベルのくせに生意気だわ。ひどいな。ちょっと、私を忘れていませんこと？シンシア。なんだよシンシア、さっさと成仏しろよ。いやよ。私はこれからもずっと
アンジェのそばにいますわ。もう、シンシアったら。へえ、じゃあシンシア、僕ともよろしくね。永遠に。ありがとうございました。やばい、私が思い描いた最高のエンディングというか、私が最初に言ってた最高のエンディングになってすごく嬉しいです。幸せです。悲しくてよかったです。待って、めっちゃいい一万円。トゥルーエンドでもなく、サンデーエンド。やばい、やばい、泣く。泣く。感動的すぎるでしょ。あー、ここでゲームオーバーの BGM が流れるんだね。わー、え、なにこの、え、なにこのディーズサンデースクールって。ああ。いや、まあ、待って、とりあえず、感想を述べていきたいなと、思います。はい、ちょっと一旦今、整理してきました、頭の中を。ですね、アンジェちゃんとベル君にとって、まあ、この、今ある未来の中では、一番幸せなエンディングにたどり着けたんじゃないかなって、思うんで、アンジェちゃんには、吸血鬼になってしまったけれども、ベル君という一緒に吸血鬼にまでなってくれる最高の、なんだろう、パートナーがいて、ベル君はもう自分の信じる道を貫くという、ある意味一番強くなれたエンディングというか、そしてアンジェちゃん、大好きなアンジェちゃんと一緒にこうやって日曜日月曜日とまた新たな未来を築いていくことができる、そんな、なんか最高のね、エンディングをゲットできたのをすごい嬉しく思います。その幸せなエンディングにたどり着くお手伝いが私もできて、すごく幸せでした。いやー、最初なんだろう、もう木曜日とかその辺のあたりさ、アンジェちゃんの木曜日とかのあたり、すごいもう精神的にそう、辛くて、もう結構メンタルがやられてたんですけど、いやー、よかったです。それでは、また別の実況動画でお会いしましょう。もしくは、この、ディーズサンデースクール、やるかな、どうかな、わかんないな。で、お会いしましょう。お相手は、ひなぴよでした。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。おつぴよです。バイバイ。